はい、どうも、こんにちは、マティジョンのマーティンです。今回はですね、マーティンジョンの、まあ、飛行機開封動画ということで、していきたいと思います。久しぶりの投稿。久しぶりじゃないか、ということになりますが、今回はですね、まあ、飛行機の開封動画なんて今見せた、飛行機の開封動画なんですけれども、それを言って、今回はこちらを開けていきたいと思います。エバー航空ですね、台湾の航空会社となっておりまして、まあ、チャイナエアラインと、エバー航空が、結構台湾で有名な航空会社です。結構国際線にも力入れていて、台湾のあれ桃園空港かなから飛ばしてが、まあ、ハブ空港となっています。そしてですね、まあ、今スターアライアンス、ANA ゼニクとかと同じ航空連合に所属している航空会社です。というわけで今回はこれを開けていきます。ちなみに機体はここにあって、まあ、画像でわかる、写真でわかる方もいると思いますが、今回はボイング747の400型機について、まあ、開封していきたいと思います。そして、今回はヘルパさんのものとなりまして、まあ、500分の1のスケールです。いろいろも後ろとかに書いてあるんですけども、まあ、これも後で説明していきたいと思います。そしてですね、まあ、ちょっと、少しは調べました。今ですね、エバー航空は、ボイング747持ってないらしいんですけれども、なのでちょっと古いものとなっておりまして、もうちょっと、自宅でも保管していたものとなります。ので、ちょっと、まあ、これ、ちょっと、焼けてたりするかもしれないかな。というわけで、開けていきましょう。よいしょ。よし、オッケー。こんな感じで入ってるんだ。おぉ。こんな感じです。焼けてるね。パッケージかもしれないけど。というわけで、どんどんと開けていって。めっちゃ白い。この差。めっちゃ、笑えますね。というわけで、機体は、こんな感じです。これが正面ですね。しっかりとタイヤも、まあ、全部ついてます。タイヤはこれ18本だったかな ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18 本ですね。横から見るとこんな感じ。結構長いですね。ちなみに、同じスケールで、これエアバスの310なんですけれども、こんなに差があります。こうですね、相当2倍はないか 1.5 倍ぐらいかなの大きさです。後ろから見るとこんな感じです。ウィングレットがついてますね。エンジンもまあまあ正確にできてます。後ろはこんな感じで、上がこんな感じです。ちょっと塗装はね、古いものとなっているんですけれども、はい、古いものとなっているんですけれども、一応多分ね、これとか同じだと思います。マークは。同じだったような気がするんですよね。そして、これ機体番号はですね、見えるかな?見えないね。これね、実際と N の 409EV と書かれておりまして、それについてもちょこっと、調べました。調べましたっていうよりも、調べました。ちょっと、ここにも書いてあったんで、調べたところ、1996年の5月に導入されていて、でも2000年の11月に引退してます。なので、4年と6ヶ月かなしか活躍してないです。意外と短いですね。で、もう他の航空会社へと移籍かなしました。結構羽とかも、羽の、ものも結構鮮明に書かれていて、ウィングレットは外側だけ塗装されていて、内側は塗装されていないって感じですね。こんな感じです。どうですかね。こんな感じですね。エアバス機と、でもエアバス機と比べても、こんな感じですね。やっぱりでも全然違いますね。で、全長がですね、64.9 メートルで、そして、羽のこの幅が 70.7 メートル。多分これで合ってると思います。ちょっと、英語で読めないんですけど、わかんないんですけど、そして高さが 19.4 メートルです。多分合ってる。めっちゃ間違ってるような気がするんですけど、多分合ってます。はい。で、いう感じです。はい。その他は、まあいいですかね。こんな感じのものとなってます。まあ、エバー航空も羽田には就航してるね。してますね。
はい。そして、成田にも結構就航してたりしますけど、まあ今、大変な中ですけれども、早く見れるといいですね。こんな感じです。そう、これの次のやつが8型機なんですけど、8型はね、もっとね、こう長いんですよね。しかも長さも。そこも、まあ、ぜひ見れる方は見てほしいなと思います。そこも、長さっていうのも注目してほしいなと思います。それ、というわけで、今回は飛行機の開封、エバー航空のボーイング747の400型機を開封していきました。というわけで、ここら辺で終わりたいと思います。高評価チャンネルとチャンネル登録をお願いします。また、これについてのポイントだったりだとか、あとは他の動画に対するサポートだったりだとか、あとはご意見、あとはやってほしいことなどございましたらコメント欄の方からお願いいたします。コメント欄お願いします。そして概要欄もしっかりと見てください。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは次の動画、他の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。